腕輪の力を引き出した井伊直虎の奮戦もあり、だが喜んでばかりもいられない。未だ目的の見えぬ強大な敵ダッキと呂布、反乱軍の前途にはまだ広大な暗雲が広がっていた。闇を少しでも振り払うため反乱軍は次なる行動に出た。織田軍につきながら静観していた魏伊達連合軍、彼らに接触を図り真意を聞き出そうとしたのである。使者を送りましたが敵軍、戦わねばなら、ま、一回ぶちのめし、敵にはあの芝居もいるか。全軍止まってください。この敵の布陣、きっと罠です。橋を渡った先におそらく伏兵が展開し、逆に背後をつきましょう。撃ち取ったり。リーダー、見ただけでわかるのかよ。ジョシュは諸葛亮と机を並べた軍師、このぐらいの読みは当然だ。たまにはバリバリいっちゃうよ。私が負けただと。信じておった。お味方の英傑が徐々に増えていますね。頼もしい限りです。そうだな、このままいけば信長にも対抗できるかもしれない。看破すると見事だが、ええ、油断ならない敵ということで、この先も十分注意するのですよ。神か、その勇気、綾の心にも響きましたよ。何、背後から敵が。伏兵を見破られていたか。たまにはバリバリ行っちゃうよ。急いで伏兵を撃とう、彼らが体勢を立て直す前に。背中がガラ空きでございます。常に敵の狙いは強敵だったのか。不平を見破っただけで俺は満足していた。相手の方が一枚上手ということか。不平には感づいておったようじゃが、それで油断するなど甘いわ。常に二の矢を用意する、それでこそ一流の軍師というものだ。攻撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破し、そのままあちらの城へ。ほう、囲まれる前に動いたが、やつもまんざらバカではないようじゃな。飛び出し、申し訳ございません、マサメ様。小十郎が破れただと。ガラドレに敵を、やるな。ま、俺様が認めたやつなら当然か。私の知略が破れようとは。さすがです、あなたならばと思っておりました。この戦、俺には意味が重い。孔明、どうするだ。ん、ここは兄者の軍がいるようだが。僕の番だ。現着の顔も見えますね。井上の中で芝居と戦っているようですね。弱いねんか。諸葛亮、
運ちゃん、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはまた後ほど。まずは兵を分け、私が来たと触れ回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごいな。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿だと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。弱いね、弱いね。伝令受けたまわった。我らの役目は陽動か。行きましょう、ペルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分ける。今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進むぞ。敵は兵を分けたようじゃな。それに諸葛亮が現れたと騒いでおる。くだらぬざれ言を。奴の名を出せば私が動揺すると思ったのだろう。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまるか。劉備のいる本体を撃ち、即刻戦を終わらせる。背後は任せよ。私が現れたことはいずれ敵にしてます。ならば逆に牽制し、策だと疑わせましょう。芝居殿なら必ず疑うはず。はい、そこまで見越しての行動とは、さすが孔明様。見過ごせません。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。玄直が耐えてくれたおかげです。ところで、この世界は一体。なるほど、事情は理解しました。そう、うん、兄者のため。私も微力ながら尽くしましょう。運長、そして諸葛亮、月へ。ええ、劉備殿。わしらは信長の妙な力に無理やり従わされてな。しかし信長様の力はあまりにも。だからあなた方の力を試させてもらったの。信長殿に対するだけの力、皆の優れた武勇、そして団結力。そういうわけだ。まさか異論はあるまいな。ええ、こちらとしても戦力が。ところで信長はゼウスと手を組。詳しいことは知らぬが。じゃが腕輪を渡した者の目、むしろあの力を利用し己が思うこと。